Good おはようございます。新しい日の始まりです。あなたにバイブルからの言葉をプレゼントしたいと思います。人がたとえ全世界を手に入れても、まことの命を存じたら何の得になりましょうか 魂の六花ジーゼスは、私が来たのはあなた方が命を得、それを豊かに持つためですと語られました。私たちの社会は地位や名誉や肩書きが求められる。また、それらが評価される社会です。それを追い求めることがいけないのではありません。 それよりもさらに大切なものがあるんだとバイブルは訴えかけます。あなたに豊かな命をあなたを創造された神は与えてください。ぜひ今日、ジーザスが与えるあなたへの豊かな命を心の中に体験して歩んでほしいと思います。ジーザスはあの十字架の上であなたの罪のために死なれ、 葬られ、よみがえられました。この豊かな命をあなたに与えるためです。Have a good day!